無理で広島県代表ののんのんこと小本ゆあんです。よろしくお願いします。イエーお疲れっす。お疲れっす。すいません、突然始めてしまいまして。理由はお察しください。本日から、じゃあ一昨日からか、一昨日と本日リクを見てくださった方々ありがとうございます。私はですね、今日は今ハッピー汚れている真実ビターベターラブラドール一緒かなに出演させていただきました。すべて一生以外すべてやったことない曲で戸惑いも感じました。バースかなんか感じなんかさ、あれさ読み方わかんないよね。バースか。一生以外ねやったことのない曲ばかりだったんですけれども、少し戸惑いつつなんとか間に合わせることができてよかったです。こんばんは、こんばんは。ですね、なんと誰もが予想しなかったであろうあの曲が1位になって、私も驚いております。1位は47の素敵な街へということで、もうみんなびっくりしたでしょ。びっくりしたでしょ、みんな。誰もまさかねなると思ってなかったと思うので。引っかかった引っかかったマジ。やった。意外な曲1位だね。意外な曲1位だったよね。超びっくりね。びっくりしたよ。のもまだ好きだと言って、まだ好きだと嘘ついて、最後にもう一度と夏の出会い。この歌は何だったか。違う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 。ラブラドール走って波打ち際でサンダル脱ぎ捨てて、初めてのキスをしようか。だだだ。もう吠えてほしい。あのは怪我死んだよ。バースだよ。ラブラドールだよ。今ハッピーだよ。ビデオで振り起こしだよ。やばくない？本当に偉いと思うの、ヒャノは。本当に。だって。ねえ。3.1 は何とかかんといない。シャイルシャイル。3日間ん？じゃあ2日かな。2日で覚えましたね、多分。2日で。8合わせて。頑張りました。頑張った。もうだからね、眠たいんだ。どれぐらい眠たいかっていうと、あの眠すぎて二重幅が消えるぐらい眠かったですね。なんていうか天才やん。それな、それな。ちなみに、2回泣きました。2回泣きました。いやもうダメだと2回思いましたね。2回泣きました。そのためにママが慰めてくれました。大丈夫だから、ママが慰めてくれました。ひよちゃん頑張りました。そりゃ泣くよ。だってさ、本番が金曜日だったんですけど、楽曲来たのが水曜日の昼ですよ。
水曜日の昼に楽曲が送られてきて、それの夕方くらいにやる曲が送られてきて、で本番金曜日の夜ですとなって、金曜日の夜？今日水曜日だよな。あと半日と一日じゃね？と思って。はい。2回ほど泣きましたね。まるちゃんと二人で、これ死んだくねっつって。女なんかでも、待ってこれ死んだくねみたいな。やったことねえぞっつって。でちなみに木曜日がリハだったんですよ。木曜日にみんな言ってんか、急遽ごめんねっつって木曜日リハだったんですけど、だから木曜日には曲を完璧にしとかないといけないんですね。ってことはだよ、考えてみて、水曜日の昼に来て木曜日の夜には完璧にする。おっと泣きました2回。こわこわ。実質一日それな。それな。だから今日と明日でしっかりと休養して、火曜日からしっかりと学校に行きたいと思います。しょうがないと思うの、明日学校休むのは。だって頑張ったもん。少しは体をいたわってあげたいと思います。だから明日は一日中爆睡したいと思います。許してくれる。本当存分寝てください。もうベッドと同化してカメレオンとかして寝るわ。ゆっくりお休みしましょう。はいはい。今ママからダメというLINEが来ましたが、ヒナノは皆さんが許してもくれたので、ヒナノは皆さんが許してくれたのでヒナノは寝ます。はい、学校は学校。いいえ違います、学校も学校です。学校も学校なんです。ちなみにですね、あの携帯の画面すらも眩しいんですよ、私の目に。誘うよ、いてくれればいいから、僕の一番すぐそばに、昔と何も変わらずに。学校で寝たらいいやん。学校で寝れないんだよ最近、ひやなちゃん。なんでかっていうと、うるさいからみんな。学校ってないや。それだ。それだ。最後に今日まで愚かな意味付き合って、昔と何も変わらずに、二人は今日だけ、明日になれば友達の、二三人に戻るだけさ。広島全開で最高やったシャバジャバンドでしょ。広島はひたすらアピールしました。ノートで学校が急な場所だって言えないことが素晴らしいことじゃないですか、ママさん。そうだ、学校は学生として勉強をするところです。なぜかというと、学生は勉強が本分だからです。だから学校に行ってしまうと、どうしても勉強がしたくなってしまって勉強がしたくなってしまってしっかり休めないんです。だからいけません。あっち
を向いたポニーテール、チュッチュチュッ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 、ほっぺをわざと膨らませて、テレッテ不機嫌をアピール中、あなたを困らせる私だけを見てくれないからよ、チャラチャチャン、背中から抱きしめて仲直りをしたいなら折れるほど強い愛で振り向かせてほしい、背中から抱きしめてあなたの広い両手でわがままを包み込んで、こんなに好きなのにてて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 、季節はもう少しで重なると思う。どこで何の曲投票した、何に投票した、覚えてないんですよね。でも47に絶対投票したでしょ。気がしにも投票した。エイチ曲ほとんど投票した気がします。こんばんは、こんばんは。アマロジャクどこ行った。アマロジャクバッタピョンと飛んだ、アマロジャクバッタ気持ちを捕まえて、あビバリハケーンでヘアちゃん出てたのびっくりした。ヘアちゃん出てよ、ビバハリケーン、バッタヒロは見たかった。ちなみにあのアマロジャクバッタやったことあるよ。やったことあるよ。いつだっけな、あるよね、 あるんですよ、やったこと。待って、振りできるもん。あると思います。君は春の光、僕は近づいた夏、並んでると爽やかで本当にお似合いだよね。でも楽しかったです。久しぶりになんか曲を踊れてすごい楽しかったですね。なかなかさ、あのオンラインでさお話しするとかはあってもさ、ダンスを踊って披露するはなかなかないじゃん、オンラインで。嬉しかったね。だから赤獅子ダンス見れてよかった、ありがとう。だってあのつい最近まで自分がアイドルってこと忘れてたもん。振り起こしして思い出したもん、私ってそういえばアイドルやってるんだ、だだだだって感じでしたね。こんばんは、こんばんは。ある日突然横を見たら誰かがいるのかな。パッパッパッ、272日、ありがとうございます。272日、あと28300日ということで
ありがとうございます。パシン。忘れないうちにダンス配信とかもいいね。ダンス配信してほしい。マジ。コバさん、あつたくさん、ありがとうございます。学生の毎日だったら仏閣に評価してほしい。まあこれ自慢なんですけど、普通校に普通に全日制行ってて毎日アイドルやってんのって私ぐらいじゃね。自慢していいと思う。これは自慢していいと思う。まあ見てくれる方がいるからなんだけどね。22時までがなかなか大変。まあまあまあ、でも普段課題とかはやらないから。そもそも全日制行ってる人があんまいない。いや、それは分からんわ。君は春の光。普段課題やらない。だって課題出ないもん。課題出ないんですよ、私の学校。なんか A 組とか B 組とか C 組は出るんですけど、な D 組はですね出ないんですよ課題。なんか先生はなんか勉強を教えるっていうよりも D 組に生きる術を教えてくれてるんですよ。はい、そういうことなんよ。つまりコウさん、ハートたくさんありがとう。課題出ない学校あるの？ここにある。ぜひね、課題出ない学校がいいなと思ったら私の学校来てみてください。マジ出ないから。ドゥ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 。科学と人間生活とか、そう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 、その通り。生きる術を教えてくれてるんですよ。ほんま、いい学校や。男子校バージョンがあれば行きたかった。いや、共学かもしれんやん。ねえ、共学かもしれないでしょ。マジか。そう、生きる術を部屋たちに教えてくれるんですよ。こういう時はこうしてとか、勉強教えるっていうより、そういう感じだよね。道徳の授業みたい。確かに、確かにな。お、いちさん、ハートたくさんありがとう。ありがとう。あれが男子クラブとか、あ、そういうことね、そういうことね。で、別に学校とかも隠してない。だって多分3回くらい言ったことある。3回くらい、まだ言ったことないのさ。住所ぐらいじゃない、マジで。だって弟の名前も言っちゃったことあるし、あ、パパとママの名前も言ったことないね。そう、でも先生はですね、私の担任の先生はあのマジでいつも私の体調を気にしてくれて、大丈夫かーみたいな、大丈夫か、最近顔色悪いけど大丈夫かみたいな、めっちゃ体調を気にしてくれます。
されるのすごい。いやだって、いや隠してるつもりだったんだけど言っちゃったんよね。なんか隠し事できないというか、やっぱオープンな友達関係でいたいじゃん、やっぱ友達関係オープンな関係でいたいじゃん、やっぱな。だから言うのは、今この配信見てる人の住所も携帯の暗証番号も誕生日も親の名前も家族構成もクレジットカードの暗証番号も銀行口座の暗証番号とかも全部知ってる。全部知ってるよ。任せて。信頼とオープンな関係を築く奥本と私がオープンにします。今日暗証番号忘れて問いました。言ってよ、日なのに言ってよ、全然教えんのに言っとねーって。なんか正直だから自分もみんなに言う。携帯の番号は、部屋の携帯番号はない。そもそも携帯持ってないんだよね。だから携帯持ってないからさ、電話番号とかはないんだけど、だからそれではオープンできないんだけど、そうなんだよね。そもそも携帯番号ないの。だからいや、やばいでしょって話だよね。いや、わかるでしょ。いや、言ったよね。それ、ビル・ゲイツ。これ、イルミナティ。それ、あはははは。あは、ほっほっほい。気づいてない。動かない。日本人。明けおめへん。やばいでしょって話だよね。いや、わかるでしょ。いや、言ったよね。それ、ビル・ゲイツ。これ、イルミナティ。それ、あはははは。あは、ほっほーい。気づいてない。動かない。日本人。明けおめは。は。そんなのやってみてください。ほんと？見つけたか、やっと。しんちゃんの、あ、しんちゃんのやる？いや、やばいでしょって話だよね。いや、わかるでしょ。いや、言ったよね。これ、ビル・ゲイツ。これ、イルミナティ。それ、あはははは。あは、おい。気づいてない。動かない。日本人。明けおめはん。しんちゃんのものまね難しいよね、でも。あーのほほほいでなんとかけんとか、もうコラボするしかない。コラボするか、やっちゃうか。お姉さんネットできて、ねえねえお姉さん、ピーマン好き？人参食べれる？納豆にはネギ入れる方？あ、ほんと？ほんと？あ、ほんと？え？あ、あ、ほんと？俺たち気が合うかも、気が合うかも。何が違うねんな、何か違うねん。あ、ほんと？俺たち気が合うかも。何か違うねんな、なんかさ、のび太もだっけ。いや、のび太は違う。のび太はジャイアンに泣かされた時に、うん、違うな、ジャイアンに泣かされた時に、違うな、ジャイアンに泣かされた時に泣いている時にの、しずかちゃんを見た時ののび太くんのモノマネいきます。しずかちゃんこれです。これです。
です。これマジ似てるから、本当に本当にマジね、似てる、ガチで似てます。これはもうね、証明できる。けど静子ちゃん似てる、似てるでしょ。あ、何似てるかな。アンパンマン、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 アンパンマン。しのぶさん、もしもし大丈夫ですか。なんちゃな、ちょちょちょ、もしもし大丈夫ですか。今夜は月が綺麗ですね。もしもししか言ってないしのぶさん。もしもし、もしもし大丈夫ですか。そんなんだからみんなに嫌われるんですよ。これは似てるんですよ。みぎわさん、みぎわさんはさくらさん、あなたデリカシーがないのよ。みぎわさんマジで似てると思うな。みぎわさんマジで似てるの、ほんとに。さくらさん似てる、しのぶ似てる、マジで。ゾウス、ゾウス。じゃあ誇張した野球部の挨拶いきます。ゾウス決してバカにはしていませんと、こうテロップ出しておくんでね、ちょっと決してバカにはしていませんっていうちょっとテロップ出しておきます。花輪くんの真似みたい。花輪くんの真似、花輪くんの真似か。ベイビー、慣れちゃうねんな。ベイビー、ベイビー、おごらないでくれベイビー、おごらないでくれベイビー。ベイビーさくらくん、なんか違うな。違う、モノマネをしたいんじゃないの。ヒャノはモノマネをしたいんじゃない。どうやったら学校休めるかを話したい。どうじどうじ、いけない、遅刻遅刻、私どこにでもいる普通の限界オタク。ある日、ある日推しとチェキを300枚取る約束をしていたのに干されたからもう大変。次回干されたからもうチェキ200枚しか取らないから、もうまさかの単鬼日本立てだよ、お楽しみにね。いけない、遅刻遅刻。え、マジピエンオタクのさモノマネめっちゃうまいと思うんだよね。ピエンオタクのモノマネ、もうさマジピエンなことあったんだけど聞いてくれる。なんか今日さ、うちの推しとチェキさ300枚取るって約束してたのよ。でもさ今日さ現場行ったらさ、めっちゃレスもなくて全然かまってくれなくて、こっちなんか新規ばっかかまって、なんかもうあ干されたんだなと思って、だからとりあえずチェキ200枚にした。マジピエン、とりあえずチェキは200枚にした。サイズいく、サイズ、とりあえずサイズ行こう。これ終わったら、この現場終わったらサイズ行こう。
対いるからマジで。リアル、あざっす。リアルでしょ。サイズ、とりあえず鳥のサイズいく。鳥のサイズいこう。こんばんは、こんばんは。鳥のサイズはいいぞ。まあ、ちなみに私のピエンの情報がどっから来るかというと全部 TikTok です。全部 TikTok 出てきますね。なんかあのピエンなんとかあるあるみたいな、通りまーす、最善に集合、レスないからチョキ枚数減らすみたいなやつ。新規にかまってばっかの担当に干されたと言ってピエンというみたいなやつですね。やつですよ。マジさ、あのピエンの、ピエンの人の用語全部わかると思う。でもなんかトドロキファンあるある作るかな。一回はあの髪型にしたいと思う、でもやっぱ勇気が出なくてできない。鳥は画面の中に行きたいから、ドラえもんを作る修行をする。即興トドロキショートファンオタクの即興ソングでした。誰か誰か画面に連れてって、画面の奥に行きたい。部屋のトドロキに会いたい。トドロキに会って、とりあえずとりあえずとりあえずジャージくださいって言う。とりあえずジャージくださいって言って、で何もらおうかな、何もらおう。え、みんなさ、あの絶対にマジでもうそれ以降会えない、もう本当にもう1回しか会えない推しに会えました。で何か一つだけもらえます。何もらう、何もらえますか。え、何もらおう。なんかもうほんと一個だけ、もうそれし、そこもうほんとにそこしか会えない。でも何か一つもらえる。布団、布団。え、何もらおう。髪の毛とか。笑顔、あ、素敵、思い出、素敵。誰髪の毛とか言ったやつ。誰髪の毛って言ったやつ。息、あ、袋に息溜めてもらう。ここにちょっと息吐いてくださいっつって。ありがとうの言葉、素晴らしい。誰髪の毛とか言ったの。謝罪の言葉、私奥本ひゃのは笑顔とかありがとうの言葉とか思い出とか、そのようなこと、素敵な言葉を差し置いて髪の毛が欲しいと言ってしまいました。誠に申し訳ございませんでした。いつかこうなると思ってました。いや、明るい子だったんですけどね、残念です。推しの家もらう、あ、ありそれ。ありそれで推しと住むみたいな、一石二鳥じゃね。あ、わかった、わかった、はいはいはい。一つだけ願っても、一つだけいただいてもいいですか。
私はあなたの残りの人生が欲しいです。いや、そうするわ。残りの人生にする。最強じゃない？そしたらそうしよう。マジで轟に会えて何か一個でももらえるとしたら残りの人生って言うわ。絶対そうする。そうするわ。やめとこう。ちょっとこれ以上言ったら控えちゃうからやめとくわ。これ以上言ったらバレーボールになりたい話するからまたまたバレーボールになりたい話しちゃうからちょっとやめとこう。これ以上言ったら多分引かれるわ。テテレテレテレチュン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 。ということでね、そろそろ私のお目目と頭の限界が近づいてまいりましたのでランキング発表したいと思います。10歳の通算ありがとうございます。12位ゆうたさんありがとうございます。11位クラグ銀賞さんありがとうございます。11位ひろゆきさんありがとうございます。9位いちさんありがとうございます。8位えいちさんありがとうございます。7位えんどさんありがとうございます。6位くもしろさんありがとうございます。5位キラキラボさんありがとうございます。4位ハオさんありがとうございます。3位カイスさんありがとうございます。2位元気くんありがとうございます。1位はドロロ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 デンデデンコバさんです。ありがとうございます。コバさんありがとう。コバさんありがとう。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったらこうターって言ってください。いきますよ。もっともっとくもっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳のどんごどんごどん編です。よし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 。それでは今日と明日爆睡して明後日から頑張っていきましょう。今日のねリクワの感想を皆さんツイートしてくださったら嬉しいでございます。もうじーっくり読みますで。よし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 。それでは感想また教えてください。ありがとうございました。バイバーイ。3 2 1 0アデュー。バイバーイ。